皆様は日本神話において堕天した神をご存知でしょうか。その神は太陽神アマテラスを岩戸に隠れさせる要因を作るなど様々な罪を犯したことによって両手両足の生爪を剥がされ、天界である高間ヶ原から砂流を着させられ追放された存在。それがサノン。罪を背負って地上へと追放されたスサノオには、古事記や日本書紀といった神話によって様々な描かれ方をしているんですけれども、日本神話のあるエピソードでは、スサノオはハニによって作られた船に乗って、息子である磯武尊と共に、出雲の国の火の川の川上にある鳥神山に降臨したとされています。ここで興味深いのは、スサノオとは冠をかぶった姿で、描かれているということ。以前の動画でもお伝えしていたように、冠とは天と地をつなぐものの象徴でもありました。そして実はこの天と地をつなぐ象徴の冠とは、キリスト世界における救世主も被っているのです。今回の動画ではこの天と地をつなぐ役割を持つ存在に共通する冠を起点に、この冠は決して特別な存在だけが持つものではなく、人類全員に与えられているのではないかということを考察していきます。人が生まれながらに持つ天と地をつなぐための冠とは一体何なのでしょうか。古代日本において神がかりをする巫女は長い髪を持っていました。というのもですね、古来より髪には霊力が宿ると言われており、そういったことから髪をずっと切らずに伸ばしていたというのです。要するに神とは神から神へと降臨する存在だとも言えるのです。だからこそ古代日本において聖鉄の知恵を人々に与えたスサノオは、鳥神山という神や神を象徴とする山へ降臨したのかもしれません。そしてスサノオは息子である磯武尊と共に地上に火をもたらした存在でもあります。火とは生命力の根源であるエネルギー火へと通じることから、火であるスサノオは人類へ火をもたらした存在でもあると解釈できるのです。さて、日本において神からの御事や木を受け取るという天と地をつなぐ役割を担ってきた天皇は帝とも呼ばれ、それは帝と表記されています。こちらの動画ではこの天と地をつなぐゲートが角と読めるのは、もしかすると角の別の読み方、角に通じているかもしれないということをお伝えしていました。ここで興味深いのは、神の御事や気を受け取る天皇は弁官と呼ばれる冠を用いていたということ。冠もまた冠に通じる言葉であるということから、冠とは神へとつながるための道具であると解釈できないでしょうか。そしてこれはイエスが被るこの冠と象徴的には同じことを指していると個人的には解釈しています。イエスが馬小屋で誕生したと言われているのは、誕生した際に馬舟に入れられていたということが由来のようです。そんなイエスは人類の罪を背負って十字架に貼り付けとなってしまうんですけれども、その際に被らされたのが茨の冠、警官です。この冠に関してはネガティブな解釈もあるんですけれども、そこに重要な意味も隠されていると個人的には解釈しています。それが、茨とは、棘や針を表す言葉だからです。
このトゲや針といったようなものは、エネルギーという気が飛来心のように長物の先端に集まる性質があるとされており、それは天と地をつなぐための角と道義だと考えることができます。つまり、茨の冠をかぶるイエスとは、日本的に言えば、天と地をつなぐ存在である鬼としても解釈できるのです。ここで注目すべき点は、この天と地をつなぐ存在は、人体にもあると考えることができるということ。というのもですね、神がかりという天と人がつながるとき、人間の体においては、ある部分が覚醒した状態であるとされているんです。それが消化体。消化体とは松ぼっくりに似ているということから松の字が当てられているんですけれども、この形はパイナップルにも通じます。パイナップルとはパインアップル、パインとは松の英語表記であり、アップルはイブが蛇から与えられた知恵の木の実につながります。要するに消化体とは松であり知恵の果実であると解釈できるんです。また松という漢字はこの二文字で構成されているんですけれども、木とは木でもありました。この漢字はさらに八と無、この無というのは私という字にも使用されているんですけれども、この言葉自体にも私という意味が含まれています。要するに松とは自分を開く木であると解釈でき、消化体とはまさにそういった覚醒をもたらす果実という意味でもあるのです。そしてこの消化体を取り囲むように人の脳内には冠が置かれています。その冠とは海馬。海馬とは学名をヒッポキャンパスと言うんですけれども、これはギリシャ神話の海の神ポセイドンが乗る馬車を引く半馬半魚の馬が由来です。ポセイドンとは海洋星を象徴とする神であり、そういったことから海洋星の惑星記号はポセイドンが持つ三叉の矛、トリアイナを由来としています。さてここで興味深いのは、ユダヤ教の伝統に基づいた神秘主義思想カバラにおける生命の木において、思考や想像を司る第一の天球が海洋星と対応して考えられているということです。というのもですね、この海洋星と対応する第一の天球とはケテルと呼ばれ、それは王冠という冠を意味しているんです。要するに海馬とは天とつながる消化体を囲う冠であり、それは海の神の象徴でもあると解釈できるということなのです。もしかするとスサノオに描かれたこの冠とは海馬を意味しているのかもしれません。というのもスサノオとは海原を統治する神でもあるからです。もしそうなのであれば、スサノオが降臨した鳥神山が現在では千通山と呼ばれている意味も見えてきます。つまり天から受けたものを地へ運ぶのに必要だと考えられていたのが船であるということ。思い出してください。イエスは生まれた時に馬船に入れられていました。馬船とは馬の船。もしかするとイエスが誕生した際に乗った船とはキリストという覚醒した救世主になるための消化体へとつながる海馬へ向かっていくための船だったのかもしれません。馬船とは別名海馬と呼ばれているのです。すなわちイエスを乗せた海馬の船は海馬へと向かい覚醒したキリストになると解釈できるということです。またイエスが被る茨の冠、警官とは警官、鶏特に金警とは朝日という覚醒を告げる象徴であり、それは神武天皇の弓に止まった金糸
ヤタガラスへとつながっていきます。そしてこの冠にもヤタガラス。以前の動画でもお伝えしていたように、ヤタガラスとは導く存在。スサノオが降臨した鳥神山の鳥とは、人類を朝日という覚醒へと導くことを暗示しているのかもしれません。ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録、高評価ボタンもよろしくお願いいたします。